皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は4月20日金曜日でございます。皆様方ね、本日金曜日までよく頑張っていただきました。今日一日頑張ればね、もう土日音楽三昧が待っている方も多いと思いますので、本日一日ね、あと一日頑張ってまいりましょう。さて、昨日はですね、久々に楽器店お邪魔させていただきました。ペポチラシをね、いつも置いていただいております、ララポート横浜にあります島村楽器さん、お邪魔させていただきました。で、やっぱ店内をですね、拝見させていただいたり、店員さんとね、ゆっくりお話しさせていただいて、やっぱりお店っていいなってすごく感じました。で、大きく2つ今回あったんですけど、このフェンダーニュース、まず1つはね、要するにメーカーさんからですね、こう、まあ、送られてくるこうなんて情報誌っていうんですかね。で、今月から毎月発行されるらしいんですよ。で、私それ知らなかったんですけど、こんなすごいクオリティのフルカラーのですね、もう情報満載、もう雑誌みたいなもんですよね。あ、まあ新聞か。オールカラーなんですよね。で、全部インタビューとかですね、アーティスト情報とかですね、製品情報とか、相当詳しいものがですね、これタダでゲットできるんですよ。で、やっぱお店に行かないといただけないので、ぜひともですね、やっぱお店に行った方がいいなってちょっと思いました。それからですね、今回エフェボーアワード2018の、店頭ポップロゴを納品させていただいたんですけれども、新設のね、ギターワイヤレス部門のお話もちょっとさせていただいて、ワイヤレスのお話もちょっとお聞きしました。そしたらですね、やっぱりいろんなことを教えていただけるんですよね。周波数帯の話とかですね、やっぱ価格帯とかですね、機能のお話とかですね。やっぱりお店の店員さんたちがやっぱり一番最前線でこうボードに今何が載っているかとかですね、どういうそのトレンドがあるかとかですね、よくご存知ですので、やっぱりお店に行っていろんな情報をゲットしていただきたいなというふうに、感じましたので、土日はですね、ぜひお店に行ってですね、交代やめた温度をしていただいてですね、物欲を満たしていただきたいというふうに思います。ということで、本日金曜日、あと一日元気にやってまいりましょう。ありがとうございました。